日本の潜水艦任務は極秘ですが、世界一とも言われます。日米での対潜能力は世界でもトップです。そうです。海上自衛隊潜水艦はやしおが、平成10年前艦隊を含めたリムプク、リムパックで、全滅に追い込んだ話を知っているでしょうか。近年、急激な増艦を進める中国潜水艦ですが、まだまだ、日本やアメリカには及ばないということです。では、今回、中国潜水艦ともに、日本の潜水艦事情も、詳しく見ていきますね。急激な潜水艦の精度は、上げることはできないし、潜水艦には音紋があり、中国潜水艦は特徴がありすぎるんだけどな。昨年2020年6月、鹿児島県奄美大島沖の日本の接続水域内を潜航したまま、航行する中国海軍所属と思しき潜水艦を海上自衛隊が発見。追尾する事態が発生し、大々的に報じられた。国際法上からは、外国籍の艦艇が他国の接続水域を先行航行することまでは、禁じられてはいないのだが、無用な衝突を防ぐため、通常そうした行為を、あえて行うことは控えているのが現実だ。定義上は、ある国の領土から 22km 先までの海域が領海であり、その子から先、さらに 22km までが接続水域、その外側が排他的経済水域とされており、いわば中間の海域である。この件で中国海軍ものと思しき潜水艦の目的が何だったのかを考えると、最も合理的だと思われるのは、このところ、艦艇数を増強し続ける中国海軍が、自軍の能力を試したものとみる解釈だ。すでに収益させている潜水艦の数的には、戦略型の原子力推進型から、通常動力型の攻撃型潜水艦まで64隻を数えるとみられている中国海軍が、日本側の能力を探らんとした可能性が高い。しかし、中国側の予想をはるかに上回った海上自衛隊は、P3 や P1 などの、対潜哨戒機や護衛艦、加賀、などを投入し、容易にこの行動を、探知してしまったというのが実情だろう。もちろん、中国側は、このような不名誉な結果に終わったことを公に認めることもなく、その真相は今のところ確かめる術もないが、一応国籍不明としながらも日本政府が探知した事実のみが残った。この点だけを捉えて、日本側が探知に成功したことで軍事的に優位にあるかといえば、潜水艦、水上戦闘艦の総数的にはあくまで劣勢であり、飽和攻撃を覚悟されれば以前危ういだろう。2020年のアメリカ大統領選挙でバイデン政権に移行したこのタイミングを見計らったように、中国は台湾や尖閣諸島方面に向けた軍事的な圧力を依然として高めており、危機感は増している。日本や台湾に向けてだけでなく、この2021年1月にはフィリピン沖を、航行中だったアメリカ海軍のセオドア・ルーズベルトを中核とした空母打撃群にすら、戦闘機や爆撃機を向かわせる行動をとった。一説には、これは、
セオドア・ルーズベルトに向けた対艦攻撃を模した。中国軍の訓練だったとも伝えられているが、個々の航空機や兵装では、劣ると見られる中国軍が自信をつけてきた少佐だろう。尖閣諸島に向けられた先兵たる中国海峡局は、今やアメリカの沿岸警備隊を凌駕する世界一の艦艇保有数を誇り、日本の海上保安庁では、対峙が厳しいほどの準軍事組織に変貌している。中国がその気になれば、尖閣諸島への上陸は容易であり、日本側も、いざという場合に備えて、陸上自衛隊に水陸機動団を発足させてはいるが、一度上陸を許せば、奪還は非常に困難となるだろう。そのため、中国側の艦艇の尖閣諸島への接近阻止こそがまず第一の優先事項になると思われるのだが、昨年進水した太平洋を加えて、ようやく当面の目標であった22隻の潜水艦体制が鍵と言えよう。対潜哨戒能力は、これまで見てきたように、高水準なレベルを持つ海上自衛隊だが、中国のように数に物を言わせた侵攻を起とされた場合、防ぎきれるのかは何とも断言しがたい。日本も中国も昨今の例に漏れず、近代的な海戦での実戦経験はほとんどないが、軍事上の事例としては1982年に発生したフォークランド紛争を両国の関係者ともに研究していると言われている。ご存知のように、フォークランド紛争はイギリス領である。フォークランド諸島をアルゼンチンが吸収、一旦占領したものの、イギリスの反撃によって奪還され、終了を見た戦争だった。この当時から、中国は、アルゼンチン側を支持していた国の一つであり、香港の返還を控えていたこともあり、イギリスに対して、非常に強硬な姿勢で、対峙していたことでも知られている。2000年代に突入しても、アルゼンチンは、フォークランド諸島の領有を、未だ施行しているが、これにも、中国は、賛同の意を続けており、逆に、アルゼンチンは、南シナ海の中国領有の支持を表明している。こうした両国の利害関係の結びつきは、2015年には、中国の建造する、056型コルベットを、アルゼンチンが購入を決め、その他に戦闘旗や、歩兵戦闘車などの兵器輸入でも、拡大が続けられている。最終的に、フォークランド紛争は、イギリスの勝利に終わったものの、艦艇の損害数を考慮すれば、同国の方が、大きな損害を被っており、一方的な勝利とは言いづらいものだった。具体的には、アルゼンチン側が、一隻の巡洋艦を失ったのに比して、イギリス側は、2隻の駆逐艦、2隻のフリゲート艦、1隻の揚陸艦等を沈められており、むしろ艦艇の損害では上回ってさえいた。現在のイギリスは、仮に今フォークランド紛争が勃発するとしたならば、中国からの兵器調達で増強されたアルゼンチン側に勝利することは非常に困難だと認めている。
こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。そう、竜型潜水艦は、ようやく、計画の12番艦までが、進水式を終え、11番艦欧竜潜水艦までが、任務についている。この潜水艦日本で最強なのは、どの潜水艦といえば、やはり12番艦。東竜潜水艦だろう。日本が推し進めてきた、スターリングエンジンにも限度があり、潜水艦は限りあるスペースを大きなスターリングエンジンに奪われていたのも事実。しかし、欧竜潜水艦からは、リチウムイオン電池を搭載、スターリングエンジンは姿を消した。今現在、原子力潜水艦と互角の勝負ができるようになっている。通常動力型潜水艦では世界一だろう。ディーゼルエンジン足すリチウムイオン電池のハイブリッドで世界に革新が起きた。これからの潜水艦性能の方向性をぐっと変えた。先行進路や能力も桁違いに上がっているだろう。それを証明する事件が起きていたのを知っているだろうか？そう。南シナ海に突如として現れた黒潮潜水艦のことを。では、少し状況を話していこう。南シナ海といえば、近年、中国の海洋進出が目立ち、緊迫した海域といえましょう。この緊張地帯で15年も潜水艦訓練を行っていたのに、ただの一度も発見されなかったという事実に驚きですね。その理由は何と言っても、黒潮の性能や隊員の優秀さに起因するものではないでしょうか。しかし、15年間という長い時間、全く発見されることなく訓練を続けていたというのはすごいことだと思います。しかも、相手はあの中国ですから、自衛隊の潜水艦がどれほど優秀なのかが証明されたということではないかと思います。では、黒潮に関してなかなか良い記事が見つかったので、下記に紹介したいと思います。安倍首相の中国訪問と潜水艦訓練、防衛省は海上自衛隊の潜水艦、黒潮がベトナムのカムラン港に寄港したと発表しました。その後、台湾とフィリピン間のバシー海峡を通り、大型護衛艦、加賀と合流。加賀と護衛艦2隻は長期訓練中で、黒潮と共同で9月13日、南シナ海において訓練を実施したそうです。通常の場合、自衛隊関係の訓練は何と言っても国防に関わる重要事項ですから、日程や場所を明らかにする必要は何もありません。極秘とされ、外に漏れるのを厳重に禁止しているはずです。ところが、海事はあえて公表しました。そのわけは、南シナ海で G 行動を展開している中国海軍へプレッシャーを
与えるためと推測されています。2018年のこの時期、安倍首相は10月に中国を訪問することが決まっていました。そして中国はアメリカファーストを叫ぶ。トランプ大統領と貿易問題で激しく対立していました。挙句には貿易封鎖されるのではないかという憶測が、現実味を帯びてきた時期でもあったのです。だからこそ、安倍首相を味方に引き入れて、アメリカに譲歩を迫りたいのが、中国。アメリカの対中制裁の影響で、自国の景気が悪化しないよう、ある程度の理解を示し、中国に譲歩させたいのが日本。二国間での駆け引きを前提とした訪問と言われていました。ここで、日本としては、せっかく珍しく中国から頭を下げてきているだから、この機会に何か譲らせることができるのではないかという考えだったようです。確かに、手強い相手が頼み、ことをしてきたら、この機に自分の言い分を聞かせたくなりますよね。となると、ここは強気に出て、相手にガツンと一発かますぐらいした方が、外交上は有利になると考えられます。何と言っても、相手、中国の方から協力していただきたいと言ってきているわけです。と言ってもいつも通り、中国側はせいぜい遺憾の絵を示すだけと推測されます。国内向けには日本が下手に出たという体裁を整える必要がありますからね。日本はがツンと一発かまそうと思ったためか、当時の防衛大臣小野寺御殿氏は、9月18日、日本の潜水艦黒潮は、15年前から南シナ海で訓練を実施していたと公表したのです。15年前の2006年、平成18年は小泉純一郎が首相で、靖国神社参拝で中国、韓国の両国と揉めていました。この時、すでに中国は南シナ海へ頻繁に侵入するなどしていたのですが、アメリカはもちろん、当事者であるはずの日本も見て見ぬふりをしていたのです。表面上は沈黙していたのですが、水面下では密かに南シナ海に潜水艦を派遣し、情報収集活動などを行っていたということになります。そして訓練については、特定の国を念頭に置いて訓練しているものではないとは言っていますが、中国を想定した訓練であろうと簡単に推測できますね。黒潮などの潜水艦が行っている訓練というのは、中国軍の艦船や潜水艦の情報収集はもちろん、相手がこちらの潜水艦を探知できる能力の有無を確認しようとするものです。仮に中国海軍が日本の潜水艦を発見したら、絶対大騒ぎするはずです。それが何もなかったということは、15年間、
たったの一度も中国海軍が黒潮を発見できなかったということを意味しているのです。この事実だけでも、軍事大国中国の海軍が世界に大恥を晒したということになるでしょう。黒潮潜水艦の快挙と言っていいでしょうには、多くの人が驚き、喜んだと思われます。こんなに高性能な潜水艦があったら、中国がしょっちゅう領海侵犯している日本周辺海域も万全だろう。ひとまずは安心だと感じた人もかなりの数いたと思います。潜水艦は基本的に海中で活動するわけです。見えない相手にとっての脅威となりますし、周辺国に対して牽制できることにもなるでしょう。黒潮は本当にすごい活動をやってくれたとしみじみ感じます。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。自衛隊の F2 戦闘機の後継機である F3 戦闘機の開発計画が、アメリカと合同で進行しそうだという情報があるそうです。でも、これはあくまでも非公開情報なので、半信半疑ですよね。日本の自衛隊機なのに、合同開発する理由ですが、お互いの利益が、合致したというか、技術を交換することによって、それぞれの開発費が削減できるという見込みがあるからということです。やはり、何事にも、お金の問題が重要ですからね。とは言っても、F3 戦闘機計画を日本主導で進めるということは、閣議決定されています。やはり日本の戦闘機ですから、開発について、日本がイニシアティブを取るのは、当然の話でしょう。その前の F2 戦闘機の場合は少し違いました。アメリカの F16 を日本の仕様に合わせて両国で改造開発したのが F2 でした。日本で使う戦闘機なのに共同でというのが引っかかったのでしょうね。それを踏まえて後継機となる F3 戦闘機については、開発には日本製を前面に出していく予定と言われています。しかし、アメリカの無人戦闘機の技術も非常に気にかかるというのは日本側としても同じです。アメリカは、アメリカで、日本の IHI プロトタイプジェットエンジン XF9 を、気にしているようです。この XF9 が優秀なエンジンであると、理解したのでしょう。
では、今回の主役である XF9 エンジンの話を紹介します。今から2年前の2018年6月、日本の航空、軍事市場において忘れてはならない力説すべき出来事がありました。日本が長年切望していた、つまり悲願とも言うべき国産のジェットエンジンが完成したのです。そして、プロトタイプのたった一機とはいえ、開発メーカーの IHI 社、旧名、石川島播磨重工業から防衛装備庁に納入されました。このジェットエンジンが XF9-1 と呼ばれるもので、現在の国際スタンダードと比較しても全く劣らない優れもの。いえ、それ以上でベストと称されるほどの優秀な航空機、戦闘機用のエンジンなのです。このエンジンは、カタログスペックでは、高い推力、推進力を実現しています。このカタログスペックというのは、製造した会社が公表している製品の所限やスペックのことです。要は自分たちが作ったものの詳細説明ということですから、欠点などは公表しないはずですから、その内容がいいことばかりで、完全無欠な製品であるといった説明になるだろうというのは簡単に推測できますね。しかし、この XF9-1 においては誇大広告ではないようです。つまり、親のひいき目などでは決してなく、本当に素晴らしい、画期的なエンジンと、評判なのです。このプロトタイプの XF9-1 エンジンが今回納入されたものですが、アフターバーナーを使用した場合の推力は、なんと15トンになるそうです。この数字は、アメリカの F-22 ラプターステルス戦闘機が採用している、F-119 エンジンの推力 15.9kg と比べてみても、決して負けない値です。というより、一説には、むしろ XF9-1 の方が勝っているとも言われています。比較対象として、同じアメリカのステルス戦闘機である F-35 ライトニング2戦闘機について説明します。この機体に、搭載されている F-135 エンジンも優れていると言われているそうです。このエンジンのアフターバーナー使用時の推力は 19.5 トンとされていて、XF9-1 エンジンは確かにそれより低いですね。しかし今回はまだ、プロトタイプです。初号機ですから、まだまだ改造、アップデートの余地があります。そう考えると、将来的には XF9-1 エンジンの性能向上が十分期待できますから、推力アップも可能性は大です。アフターバーナーについて解説しますが、このアフターバーナーとは、エンジンから放出される排気ガスに直接燃料を噴霧して燃料を追加して、もっと激しく燃焼させることで推進力を大きくするというシステムです。XF9-1 のエンジンは、このアフターバーナーがなくても、推力11トンという記録を出したそうです。ここで、改めて XF9-1 エンジンが、世界的に注目を集めたわけを、考えてみましょう。
今までは日本の国産エンジンでは、このように一線級の卓越した性能を備えることは困難でした。しかし、多くの難題を解決した結果、このエンジンは世界に通用する優秀な性能を所持していることが実際に証明されました。そのおかげで、世界中の耳目を集めることになったのです。さて、現在活躍中の航空自衛隊 F2 戦闘機ですが、実は国産ではなく、アメリカ製の F16 戦闘機を基本として開発しようと、決定されたことがあるのです。どうしてアメリカの戦闘機を元にするんだ?という声が盛んに、湧き上がったということでしたが、アメリカ製を選んだ理由の一つが、戦闘機に搭載するエンジンを日本では開発できないということだったのです。もちろん、アメリカに対する政治的な関係もあって、一つではない複雑な理由があったことと思われます。この決定に悔し涙を飲んだ技術者たちも多かったことでしょう。だからこそ、今の XF9 の1エンジンの快挙はリベンジを果たしたとも言えるのかもしれません。いよいよ日本での国産化エンジン開発に、目処がついたと言ってもいいでしょう。因果は巡ると言ったら大げさでしょうか。現在自衛隊が活用中の F2 戦闘機ですが、この後継機である F3 戦闘機を日本だけの単独生産ではなく、アメリカと共同で開発するという予定らしいと言われています。しかし、F3 に使用する XF9 の1エンジンを日本だけで生産できるようになったのですから、選択肢が広がったという事実は、動かしようがありません。この XF9 の1エンジンは、戦闘機用エンジンに最重要とされる2つの要素を持っています。1つがサイズの小型化、2つ目が軽量化です。この2要素は必要不可欠とされています。それを持ち合わせて、しかも推力は15トン以上ですから、どのエンジンに比べても負けない素晴らしいものと言えるでしょう。では XF9 の1エンジンのデータを具体的に紹介しますね。サイズですが、前述の F22 ラプター戦闘機の F119 エンジンが長さ 5.16M、直径 1.168M に対して、こちらは長さ 4.8M、直径 1M なので、ちょっと小さくなったようです。印象的にはコンパクトになったという感じを受けるのでは?エンジンに最も必要なのは、何と言っても、推力、昔の言い方なら、馬力でしょうか?ですから、それの大きいものを作りたいなら、エンジン自体を大きくすれば、思いのほか簡単に推力が上がるそうです。しかし、XF9 の1エンジンは小型なのに、推力が大きい強力な作りになっているという点が、最大のメリットと思われます。小さくても力持ちと、いうのは、日本昔話によく出てくるキャラクターではありますね。日本人好みなのかもしれません。
現在の戦闘機においては、機関部を小さくすることが必須と言われています。なぜなら、個によって、戦闘機のステルス性が高くなりますし、爆弾、ミサイルなどのいわゆる兵装を、機体の中へ収容するのですが、積載量が増やせるようになるのです。言ってみれば、ステルス性能アップで戦闘能力が上がりますし、兵装量が増えるということは武器が増えることになりますから、一石二鳥の効果があります。仮にステルス戦闘機を国内で独自に開発するとしたら、このような兵装を収めるためのウェポン類、爆弾装という軍用機内に、あるミサイルや爆弾の収納スペース開発や設置のための技術的な問題解決などが必要になり、様々な課題と向き合うことになるでしょう。しかし、最大の関門と言われるエンジンの小型化をクリアしたわけ。ですから、将来的にも心強いと感じますね。2019年6月、航空見本市が開催されました。この席で、XF-9 の1エンジンの水力変更ノズルを開発中であるという発表がありました。この発表によって、XF-9 の1エンジン実用化に向けた準備が着々と進んでいるという実態が強く印象付けられたことになります。水力変更ノズルとは、ジェットエンジンの排気方向を変えることで、戦闘機の進行方向をコントロールする装置を言います。XF-9 の1エンジンは、ノズル式装置によって、最大角度20度以内で機体調節ができるそうです。いいことずくめの XF-9 の1エンジンと思われますが、やはり心配なこともあります。ここまで開発が進んではいるのですが、次期 F3 戦闘機の着地点が未だに定まってはいないのです。ですから、せっかく日本独自で作った素晴らしいエンジンのプロトタイプがうまく活用してもらえないのではないか、という良くない推測もあるようです。ここで、面白いというかびっくりすることをお教えしましょう。実は、F3 戦闘機を当事者である日本より注目している、警戒している国が、あるという情報を得ました。しかも、F3 戦闘機に関するニュースは非常に重要視しているようで、こっちから見れば、なんで、そんなにマジになってんの？と、若い人なら言っちゃいそうなぐらいの真剣な議論を展開しているのです。その国とはどこか？お隣の韓国です。日本も韓国もアメリカの同盟国ですから、いざとなったら、例えば、対北朝鮮など協力することになっているはずですが、どうも不安を感じてしまうのは筆者だけではないでしょう。韓国は、日本が第6世代戦闘機である F3 戦闘機開発を進めていることに、不安を感じているのか、警鐘を鳴らしています。エンジンは、確かに優れたものが用意されていますが、今後の展開が、
どうなるのかわからないのが F3 戦闘機計画です。白紙状態とも言える。計画なのに、それほどまで気を回されているというのは呆れてしまいますし、日本をこれほど過大評価してくれるのか、韓国は、と逆にいい方に。受け取ってしまいそうでもあるし、くすぐったい気持ちにもなりそうです。しかし、戦闘機計画に目くじらを立てるほど、日本は何かあれば、即仮想敵国と韓国は捉えてしまうのか、今までの交流は、一体何だったんだと、悲観的な思いを感じします。1945年、昭和20年、の太平洋戦争終結からすでに70年以上が過ぎました。韓国は婚の文化と言われます。日本への婚が世界で日本より上の立場を目指す熱意となり、また対抗心をかきたてることになったのでしょう。外交関係も今一つ良好ではない二国間です。日本の戦闘機開発に張り合うつもりなのか、韓国でも原潜や航空母艦配備へ向けた動きがあります。この隣国は軍備をどこに向かわせようとしているのか、気がかりな状態が今後も続くと思われます。もう、すでに、世界に、バレバレの IHI 社製、次世代ジェットエンジン、XF9 プロトタイプ。新たに入手した情報と合わせて、詳しく見ていきますね。この静かなる防衛でも、何度もお伝えしていますが、今回ばかりは、米英が注目するのがわかります。中国の反応も、面白い記事を見つけ、技術が追いつかないことが分かったみたいです。防衛省が2010年8月に公表した将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンにおいて、次世代戦闘機 I3 ファイター、I ファイターがいわゆる第6世代国国産戦闘機のコンセプトモデルとして提唱された。この I3 ファイターの I3 とは、高度な情報化、インフォームドと知性化、インテリジェントされた戦闘機によって、敵を瞬時、インスタンタヌアニタタクトの3つの単語の頭文字で、現在運用している平成の冷戦、ことへ普通戦闘機の後継機種として、三菱重工業を主幹とする国内企業7社によって開発が進められていて、F2 の後継機種であることから、F3 あるいは FSX、次期支援戦闘機と呼ばれることもある。防衛省では、2020年度、令和2年度、防衛予算において初めて開発予算して以来、これまでは、この I3 ファイターを将来戦闘機呼んでいたが、2019年12月公表の我が国の防衛と予算、令和2年度予算の概要案では、次期戦闘機を正式な呼称としている。この次期戦闘機は純国産化を目指しており、F2 戦闘機までは国内で開発ができなかったジェットエンジンについても純国産を目指し、2010年に
防衛省技術研究本部、現在の防衛装備庁が、これまで、アメリカ製の戦闘機エンジンをライセンス生産していた IHI と、共に研究開発を進めていたもので、2018年6月に、プロトタイプが完成し、XF91 と名付けられて、防衛装備庁に正式納入された。この、XF9 開発には、その母体となった、XF5 というエンジンが存在し、やはり、防衛装備庁と IHI、当時は、石川島播磨重工業によって、共同研究、開発が進められていた。XF5 は、XF9 と同様に、アフターバーナーを備えた、ターボファン方式ジェットエンジンで、1995年から2008年まで、研究開発が進められ、1998年には、初号機が完成。ステルス研究のための、先進技術実証用研究機、X に、新進に搭載され、2016年4月22日に、初飛行に成功していた。XF9 は、次期戦闘機に搭載することを目標に開発されている、低バイパス非ターボファンエンジンで、開発基本コンセプトは、ハイパワースリムエンジンであり、大井出千歳かつスリムであることを目指している。そのサイズは、現在 F-15、イーグル F-16、ファイティングファルコンに搭載されている、アメリカのプラット&ホイットニーの F-100 エンジンと、ほぼ同じで、空気取り入れ口の直径は、約 1M、軸長が、約 4.8M とされていて、その推力は、通常で 11TF108KN 以上、アフターバーナー使用時で 15TF147KN 以上に達し、タービン入り口温度は 1800 度以上とされる。この推力性能は F110 の推力を3割ほど上回るとされ、アメリカ空軍の最新鋭ステルス製空戦闘機である F22、ラターに搭載されているプラット&ホイットニー F119 と比べても遜色がないと言われている。なお、航空自衛隊が導入を進めている第5世代ステルス戦闘機 F35 ライトニング2に搭載されているプラット&ホイットニー製の FE35 はアフターバーナー使用時の最高出力が 191.35KN とえ、F119 や XF9 を大きく上回っているが、そのサイズは、一回り大きくへ、F-35 は単発エンジンである。そのため、双発エンジンの F-15 やへ、普通には、単純な推力比では、F-35 を上回り、日本の次期戦闘機も公表されている、デジタルモックアップを見る限りでは双発であるため、その速度や加速性能などにおいて、F-35 とは同等以上と推定されるのである。ちなみに、ジェットエンジンにおけるアフターバーナーとは、エンジンの排気に対して、さらにもう一度燃焼を吹きつけることで再度燃焼させてより高い推力を得る装置のことを指す。高い推力を得られるため、戦闘機においては、緊急離陸時や戦闘起動の際に用いられるが、大量の燃料を消費するため、長時間の使用はできない。日本政府と防衛省は、この先次期戦闘機の開発については、海外技術の提供が必要不可欠として、戦闘機開発では、先駆者であるロッキード・マーティンの支援を受けて、機体のステルス性向上やアビオニクスなどについて、共同開発をするとして調整している。また、エンジン開発については、XF9 を開発した IHI を中心として進めていくことになっているものの、量産によるコスト削減やさらなるコンパクト化と性能向上に向け、ジェットエンジン開発に定評のあるイギリスのロールス・ロイスの協力を得て共同開発とする方向で話が進められている。現在、ロースル・ロイスはイギリス主導で開発を進めている次世代戦闘機、
テンペストのエンジンを担当しており、IHI との技術提携で、双方の戦闘機に搭載するエンジンのコンパクト化と部品を共有することによるコストダウンを図りたいとの思惑があるという。実際に、これまで IHI とロールス・ロイスは民間企業ジェットエンジンにおいて共同で開発、製造を実行しており、その関係性は良い。XF9 のさらなるコンパクト化に成功すれば、次期戦闘機の機体に余裕ができ、機体全体のコンパクト化のみならず、兵器搭載量や搭載燃料を増やすことが可能になるなどのメリットがある。ステルス戦闘機にミサイルなどを搭載する場合には、敵レーダー並みの反射を防ぐため、機体内のウェポンベイの中にミサイルを収容するが、機体に余裕がないと搭載できるミサイル数がかなり少なくなってしまう。といって、従来通りに、翼下や胴体下のハードポイントに吊り下げてしまうと、ステルス性を損なうことになるため、大きな対艦ミサイル、対地ミサイルも搭載できる、広いウェポンベイが望ましいとされているのである。そして、コンパクト化の他にも、水力変更ノズルの開発も進められていて、これは、飛行中に水力方向を変えることによって、飛行中の軌道に変化をもたらす装置で、これについても、ロース・ロイスとの協力で、スムーズに開発が進むと考えられる。このように、今後の成長に、さらに機体が膨らむ、XF9 エンジンであるが、その開発に戦々恐々としている国がある。中国メディアのハッケ号の記事では、中国では、戦闘機用のエンジンとして、宇津奥義15の開発が進められているが、日本の XF9 の開発スピードが非常に速いため、先に実用化される恐れがあるとした上で、XF9 の高性能について紹介し、日本の戦闘機開発技術は、今や、アメリカと肩を並べつつあると、その成長について指摘している。また、もう一つ、日本の高性能な次期戦闘機の出現の可能性について、大騒ぎをしている国がある。海上自衛隊の P-1 哨戒機に、火器管制レーダーを照射する、敵国とも言える韓国では、日本が次期戦闘機を開発したら、すぐにでも、徳島、竹島を奪還に来ると、大騒ぎをしているという。この隣国では、日本の次期戦闘機に対抗して、次期国産戦闘機 F21、ホラメ、若鷹の開発を進めているが、日本より早く、その試作1号機が完成したとして、2021年4月に、盛大に、製造工場からの出庫式が開催された。しかし、完成したはずの機体は、まだ飛行することができず、初飛行は、2022年として、地面を引きずり回して、また工場に戻したことは、もう笑うしかない。この国の国防とは、常に、日本の上を行くということであり、日本が持つ兵器は、韓国も必ず保有しなければならないとして、出雲、型の空母化を意識するあまりに、自国に必要のない軽空母を建造するという。そして、これも、また必要ないと思われる原子力潜水艦を、日本が保有する前に保有したいと、アメリカにわがままを言って困らせるとんでもない、同盟国なのである。中国は、急成長する、この戦闘機分野を警戒しています。日本の底力を、今まさに結集する時期です。韓国は、考えることが、論外の国になり下がってしまいましたね。防衛費は考えない方がいいですよ。見てくれてありがとうございます。
こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2019年10月、吉野彰氏はリチウムイオン電池開発の功績が認められ、ノーベル化学賞を受賞しました。今や携帯電話やスマートフォン、小型の電子機器のバッテリーとしてなくてはならないのが、リチウムイオン電池と言えるでしょう。生活の中に深く入り込んできたリチウムイオン電池ですが、大型の機械にも搭載されるようになりました。その一つが海上自衛隊の潜水艦です。2018年10月に進水した最新鋭潜水艦オウリュウは、世界で最初にリチウムイオン電池を蓄電池として採用し、搭載しましたこのオウリュウですが、今まで中心的な潜水艦だった双竜型の11番艦です。全長は 84.0M、幅は9.1M、高さ 10.3M。基準排水量は2950トンという巨大な潜水艦で、ここで潜水艦の歴史を振り返ってみますと、オウリュウ以前の通常動力型潜水艦は蓄電池として、鉛の蓄電池を使用していました。これは日本に限ったことではなく、潜水艦が作られて以来、約1世紀の間世界中で鉛電池が用いられていたそうです。鉛電池は大型で重く、寒さに弱いので、極寒の地では使用が難しいなどの問題がありました。そこで登場したのがリチウムイオン電池だったのです。小型電子機器などとは、全く大きさの異なる潜水艦の蓄電池に、リチウムイオン電池を実用化させた GSU 朝社、鉛蓄電池国内シェア第1位の技術力の高さがよくわかりますね。スマートフォンなどの例ですが、リチウムイオン電池は発熱による発火の恐れがあるなど、安全面での課題があったため、高い性能には期待されながらも、なかなか日の目を見ない状態が続いていました。ところが、今回潜水艦オウリュウの新機軸としてついに、リチウムイオン電池を実装する運びとなったのです。ここが世界中から注目を集めている最大の理由でしょう。このオウリュウより前の双竜型潜水艦には浮上航行時に使い、要するディーゼルエンジンと鉛電池、そして AIP 非待機依存水、SSMと呼ばれる3種類の動力源がありました。今回、リチウムイオン電池という高性能なエンジンを採用したことにより、水中航行に使用していた AIP を廃止することができたので、ディーゼルエンジンとの2つだけで運用ができるようになったのです。進化したということでしょう。AIP というエンジンは、通常動力型潜水艦の中では高性能なものでしたが、その優秀なエンジンでさえ必要なくなったというので画期的と言われているのです。鉛電池と比べた場合、リチウムイオン電池は同じ大きさでもその容量は4倍以上もあります。小型なのに中身はたっぷりといったところでしょうか？ここで置く場所が小さくなったことがわかりますね。なおかつ AIP をなくしたことによって、その分のスペースにも空いたので、蓄電池をもっと多く積めるようになりました。この結果、単純計算でも今までの鉛電池の2倍の量を積めることになったのです。そして、総計では8倍以上の電池容量が潜水艦内に保持可能になったと言われています。
リチウムイオン電池のメリットはこれだけではありません。鉛電池に比べて8倍の容量を持つにもかかわらず、充電時間は同程度しかかからないということです。つまり、同じ時間で8倍の電気を蓄電できるようになったということで、時間の節約にも有効と言えましょう。リチウムイオン電池は、この圧倒的な電池容量のおかげで、水中は時速 14km で連続200時間もの航行が可能になりました。つまり、約 2800km の行動半径が実現できたということになります。この事実は、言うまでもなく通常動力型潜水艦としては世界最高水準ですし、この範囲内であれば原子力潜水艦にも匹敵すると言えるかもしれません。ちょっと余談になりますが、オーストラリア海軍は新しい潜水艦をフランスから購入すると決定していました。しかし、原子力潜水艦を通常動力型に変更するという仕様変更のためでしょうか。なかなか計画が進んでいないようです。実は、この購入は当初日本からという計画だったのですが、中国の横槍によってフランスに変えたという経緯があります。日本の高性能潜水艦オウリューの完成によって、オーストラリアが再び日本から潜水艦調達へと考え直すかも、という可能性が一部では囁かれているようですが、政治的な絡みもあり、難しいと思われます。なんせ、オーストラリア最大の貿易国が中国ですから、日本の影響力を弱めたい中国の意見は無視できないでしょう。アメリカは、原子力潜水艦しか国内では建造していません。そのノウハウの乏しさのせいか、台湾へ通常動力型潜水艦を供給するという約束が、放具にされてしまったので、仕方なく台湾は、自国での建造を目指すことになりました。アメリカも意外と技術力では高いレベルではないのだなと思われます。様々な情報を勘案すると、オウリューが現在通常動力型潜水艦の技術の頂点にいるというのは疑いようのない事実ではないでしょうか。今回のオウリュー建造費は公表によると約643億円です。直前の総流型10番艦である小流の建造費が513億円ですから、25% ほど増額したということです。というのは、これまでリチウムイオン電池の採用は実用化が難しく計画が遅れていたこともあったので、コスト面から負担増は避けられないことだったようですね。ここ最近、中国海軍は膨張を続けています。それに対して、海上自衛隊が数で対抗しようと、艦艇を増強するというのは事実上不可能と言われます。数より質というわけでしょうか。オウリューが、その性能をフルに活用して進化を発揮するのは、今までの潜水艦の倍以上もの広い行動範囲を得たことによって、南シナ海での中国海軍へプレッシャーを与えることだと思われます。オウリュー以前の潜水艦でも、南シナ海で作戦行動を展開していたことは、すでに公表されています。この行動が、中国海軍への抑止力としてかなり有効であることが注目されていました。今回のオウリューは今までの作戦行動をさらに進めて
従来のデフォルトの潜水艦作戦と言われる重要海域で敵を待ち伏せすることから、先行しながら南シナ海の全域を移動できるようになりました。横流の動きにより、中国海軍の行動が牽制できることになります。優秀な横流は、その場所を容易に悟らせることはありません。中国海軍覇王流の位置を知ろうとして、南シナ海すべてに戦勝海を行わなければならなくなります。ということは、敵潜水艦の位置が判明できなければ、自分たちは艦艇を自由に移動させられないということを意味するのです。王流は中国海軍の首根っこを抑えたと言ってもいいでしょう。潜水艦最大の特徴であり、メリットである秘匿性を生かすことで、横流派洋上の護衛艦や P-1 哨戒機と連携することで、数では勝る中国海軍を封じ込めようとしているのです。横流のデータは国防に関わることなので公表はされていませんが、一説によると、搭乗員はわずか65名と言われています。その横流の存在が、中国海軍の対潜哨戒に400倍以上の人員を配置させる効果を生じさせると考えられています。